松本人志さんはこれから吉本興業に訴えられる可能性が出てきたっていうことで、まあ、相当あの可能性も出てきたし、多分文春訴えることできないと思いますよ。そもそもあの松本さんは裁判すると言ってるけども一回も裁判してないんだから、テレビのコメンテーターは裁判をすると言ってるだけで裁判すらやってないんだから、裁判の結果を見なきゃ分かりませんなんていうのを自体もおかしいんですよ。これもう松本人志さんは裁判できません。もう多分9割方できません。今度訴えたところでもうどん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 ボロが出てくるだけで、やっても意味ないです。それよりも早く吉本興業ともう和解してね、もうここで和解して吉本興業が松本人志さんを訴えれないようにした方がいいです。ここはで、そうするためにはもう松本人志さんはもう YouTube 出て、もう YouTube で喋るのがまず一番ですって。もうね、あのあなたはそこまで悪くないですよ。そう、悪くないから、自分は悪くないと思っているから反論したいんでしょ。でも吉本興業が CM スポンサーが許してくれないんでしょ。それはテレビの世界にいるからです。